どうも、宮迫です。先週から約1週間ぐらいですけども、動画はちょっとお休みという形を取らせてもらってたんですけども、本当にご心配をおかけして申し訳ありません。本当すいません。すごい数のもちろんコメントもそうですし、まあまあこの間最後のアメトークという形で、解散報告の番組に出演していただいた人たちともすごく連絡を取らせてもね、まあ、皆さんにすごくご心配をおかけしまして、まあいろいろおしゃべりもして、それだけじゃなく、もうすごい数の、まあ、芸人さんからも連絡をいただいて、いやすごく お心配をおかけしたこと、本当すみません。まあ、改めて明日からまた動画を配信しようと思います。しばらく休むって言ってて、1週間って早いんじゃないかみたいなこともあると思うんですけども、止まっていてても何も解決しないというふうな、気持ちに至りましたので、明日から、動画はまた配信させてもらいます。で、まあ、応援してくれてる方々が少しでも笑顔になって元気つけれるような動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあ、この1週間一番連絡取ったのが蛍原さんなんですけども、もう今はそうですね、本当に友達として僕の話を聞いてくれてて、なので蛍原さんがその企画ええやんって言ってくれた企画を早速取ってきました。はい、結果も蛍原さんも昨日報告して、笑ってくれてましたので、本当にいろんな憶測記事はあると思うんですけど、今はまあ元相方の蛍原さんというよりも友達の蛍ちゃんとして僕と付き合ってくれてますので、あと蛍原さんも含めてなんですけど、これだけはやめていただきたいのが、いろいろコメントを出してくれた芸人さんのところに行って、ネガティブな書き込みを残されてる方がいらっしゃるというのをたくさん聞きますので、それ本当にもうやめてください。誰も幸せにならないので本当にお願いします。いや結局もう本当に僕のせいですし、僕を応援するがあまりにそんな形を取るというのは本当にすいません。やっぱりこれから僕ができるのはもう今 YouTube という場所しか僕らないので、そこでみんなを元気つけられたり笑顔にできるようなことをやっていきますので、はい、そこを期待していただきたいなと思います。はい、もうそれが全てですね。そうですね、もうやるしかないので、そうですね、やります、はい、笑顔で、はい、頑張っていきます。はい、はい、それでもコメント欄もちろんたくさんお叱りの言葉もありましたけど、やっぱ信じられないぐらいたくさんファンの方々の応援のコメントを本当に元気つきました。勇気も出たし、僕らチーム員にもいろいろメッセージいただいて本当にありがたかったです。本当にありがとうございます。皆さんの期待に応えれるようもう全力でやっていきますので、今後とも皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、頑張っていきます。頑張りましょう。はい、はい、またっす。